どうも、ひかりまんです。今日も元気にウバパチ生活やっていきたいと思います。今日はどんな配達とパチンコ、はい、10時38分お内緒行こう。よし、今日は、まあ、最低4件、っていうのもあと4件で、あ、来た来た、クエスト2段階目クリアなんで、3.2キロ、あ、多分杉並区だからな、広い。すいません、はい、最低4件ですね。まあそれやれば2000円から3000円ぐらいはいくでしょう。あとは流れでやっていきます。まあショート、全部ショートでいいよ、全部ショート。あった 2.1、 あ、マック、ホーナンマックはいきます。ごめんなさい、ホーナンマックはいきます。あ、そうだ、なんかホーナンマックのクルーからコメントが来てましたね。なんかバイトの中で光マンさん有名ですよみたいな。だったらドリンクホルダーつけろ、ちゃんとつけろ、なめやがって。ふざけてるよね、それは。長文で返信しておきましたから。いや、紙袋に入れるんだったらホルダーつけてくださいっつって、ホルダーつけてないと受け渡しの時にもうすでに斜めに倒れてる時結構ありますよ。で、ホルダーつけてない状態でなんかのアクシデントでちょっと漏れてしまった時とかすぐに底抜けしちゃうから、で、ホルダーついてればそれホルダーがね水吸ってくれるから、あの、防げるんですよ。で、あと一番大事なのはあの夏場ね、夏場にホルダーつけないとすぐ結露して水滴めっちゃついて底バーンって抜けますからね。夏についてない時は絶対につけさせますからね。コンドームとドリンクホルダーは絶対つけろな、それぐらい大事だから。それは今日なんかサムライマック新しい味が出てるみたいですね。パチンコに勝って食べたいっていうか、マジでもう、なんで5000円使っちゃうかな、プラスで。パート1から1万負けはひどすぎるよね。本当に何も食ってないからね。餅3つだけですから、昨日。 あと、あの、賞味期限9ヶ月切れの赤いキツネ食べました、ね、それだけ。ピー、はい、今日はあそこ曲がります、ちゃんと曲がります。さあ曲がりますね、ここしっかり。はい、そしてもちろんね、ホルダーついてませんでした。はい、だからマジでさ、あの紙袋にドリンク1個入れんな。それ入れるんだったらホルダーつけろ。ドリンク1個だとマジで空洞多すぎて、バッグ詰めの時にめちゃくちゃこう紙袋潰さないといけないから、渡す時もぐしゃぐしゃになってんの、これマジで。あ、マック、はい、マックはいきますよ。ホルダーついてないとマックいきます。マジでホルダーつけてねってさ、ただのサボりだから、ただ店員がサボってるだけだから、ただ楽してからつけてねえだけだからな、マジで。10件ぐらい溜まってますね。ただまあ次ぐらいに呼ばれる。グッドスタート。まあ一番めんどい、やる、シミなし4キロはいかないわ。あ、でもこれ坂登る前か、坂は登らないようにしてくださいね。坂はないよね、ないよね。よし、 OK。 どうも、ウーバーです。はい、残り2件ですね。いや、今日はね、ちょっとあのやりたい、はめたい台があるんですよ。やりたくてはめたい台があるんです。すごくエッチな台打ちたいですよね。でもやっぱ実家帰るとたまるじゃないですか。だからもうたまった欲望を全てパチンコで解放させようと思います。やばい、全然舐めなくなった。いや、思ったんだけど、この4.7いかない、上がってるけど、106円上がってるけど、て思ったんだけど、こんなにさ、他のサービスが配送料無料とかいろいろキャンペーンやってる中でわざわざ Uber から頼む人って相当もう不客だよ。
ならないな。やっぱなりがちょっと悪いな。もう5日なんで、さすがに配達員も復活して、実家から復活して出てきてるでしょう。これまた 0.6m。 これは行くに決まってるよ。こいつ危ないね。 600m はありがたい。お1ですね。お願いします。やべ、めっちゃ唐揚げ弁当食いたくなった。グッドスタート。よいしょ、近い。ナイス。はい、置き配。いいね、置き配3連続すごい。ストレスなしです。一回右左曲がっちゃおう。あなた、ロイヤルホスト 3.7 キロ行きません。だってこれ 600m だよ。同じ値段だぞ。6倍の距離走って同じ値段だよ。狂ってるだろ頭。行くわけねえだろ。残り1分ですね、最低ラインまで。でもまあ全部すりこだから903円だまだ。ってことは2000円ぐらいしか1パチできねえな。3000円ぐらいはやりたいんだよな。そう、それで買った金でアダルト VR 作品買って、はいはいね。だからまあ2000円台には乗っけときたい。でインセでプラス1000円で、端数で昼飯。さっきの唐揚げ弁当いくらだ。500円ぐらいだったらちょっと端数で買いたいな。お、安い。520円。あと1600円ぐらい。まあシミがこのままついてくれ、あそうか。でも結局ここまで、ここで全部回さなくちゃいけないのか。それもめんどくせえな、縛りが。まあ唐揚げはどこにでもあるか。さあ、鳴りが止まりましたね。どうしよう。こっから笹塚に行ってもいいけど、並んねえ。並なくなったね。オンラインですよ。マックは止まってないかな、これ。まあマックさえ止まってなければいけるんですけど。あー、マック止まってる。死亡しました、方南町。正式に死亡しました。じゃあ笹塚の方行くか。完全になった。あ、近いな。近い近い。これは行くだろう。ここでまさかのスーパーデリズに救われるとは思わなかった。スーパーゴエモンデリズに救われました。マック並みの近さ。ここでまさかの昼ピーク終わりまで回せる可能性あるよ。これの中の、これどれ、これ中に入ってる。あ、唐揚げグランプリの、あーピーグッドスタート。えい、あれ、どこどこどこ。あ、オッケー。おはようございます。ほら、おはようございます。時間4件かな。え、これあれ？どっちだ？うわ、あ、え？うわー、これ待って。やばい、こっちから行けねえ。まあいいや、もう無理だ。いや、一回川がうぜえ。まあ、あれ、すいません。うん、まあでもこれどっちから行ったとしても多分距離的には変わんないか、時間的には変わんないか。お待たせいたしました。ありがとうございます。またお願いします。さあ、方南マックがこの感じで復活していればまあいいんですけど、これもう11時半なんでピーク料金小食が出てきてるでしょ。ああ、まだシミが追いついてないね。まあ、300円でも1キロぐらいのショートだったら全然、まあ、そんなマイナスにはなんないな。まあただこれができるのは都心エリアぐらいだと思うけどね。ああ、なった。ああ、どうしよう。いや、1.9 キロちょっと迷うな。泉、あでも泉行くか。どうも、ウーバーです。はい、番号お願いします。はい、3へこちらでお願いします。お願いします。チクッと外。あー、ちょっと行き過ぎだぞ。あー、まあ向こうまで行くか。
やべ、車バーサス自転車、シュイ、どういうルール、あ、オッケーオッケーオッケー、わかりました。まあ、意外と近いね、ここをまた登る坂を、これは置き配じゃねんかい、てか俺でも置き配だから、コロナとかクソ雑魚だと思ってるけど、この俺でも置き配、やり方分かってないのか。でも普通に配達したら置き配になるはずなんだよな。直接受けたとしての人はわざわざそれに設定してるってことだ。さあ染みついてるかなと、あ、全然だ、全然ダメだ。うわ、これ人いねえのか、多分これ人いねえ、いなさすぎて多分ついてねえんだこれ。染み、おい、もう11時45分だぞ。さすがの方行ってみるか。やっぱ明大付近のなるな。 2.5 キロはいかない、もうこの時間で染みついてない時点でもお察し。いやマジで染みつかねえな、マジでこの壁なんだよ、この壁やってんだろ絶対、操作してんだろうな。じゃあなんでなんだろう。1月3日この時間から普通に染みこっちの方までついてた気がするけど、何が違うのこれ。3日と5日のこの違い何、配達員はより増えてるはず、注文がもっと増えたのか、注文者もみんな帰ってきて、あ、その可能性はあるな。なんか変なとこからついてる、変なとこついてる、下の方ついてる、下の方突き出したぞ、気持ち悪い、この突き方は気持ち悪い。ただでもいい方向には向かってるはず、こんなとこ つかないみたいな、より柔軟にシミがつく感じになってるんだったらいい変更だぞ。ならないな、一旦オフラインするか。マジか、この時間で無音なんだけど、ってことはもう行っちゃうってことかい。ねえ、もう行っちゃうか、これはもう行っちゃえってことかい、はめちゃえってことかい。じゃあとりあえず懸垂やりますか。あ、なった、ダンダダン、 1.5 キロ、明大、あ、大田橋か、ちょ行くか、ちょ待って、一瞬懸垂やっちゃいます。なんかすごいことなんだよ、白バイ並みの風が強い。これはいったダンダダン、ありました、7、9、グッドスタート、近すぎる、からあと3件ぐらいやりたいな、最低13時まで。いや、ちょ、それはやりすぎだな、最低2件やりたい、染み取りたいです。全然ならねえですね、うん、社員頻度超遠いね、目黒区行きたくない。この1キロ少ないやつで同じ値段のやつあるでしょ、持ってきて、それ持ってきて、うわすげえ、新宿のシミが消えた、今度は、あ、あった、 1.4 キロ、これは行くでしょう。まあ、3分ぐらい待ったけど、このぐらいの待ちじゃ多分全然上がりません。グッとしたと、あ、そっち、ジュズランナー、ジュズランナー、タバコくせえな、ここすごい、あと1軒できればいいな、あと1軒できればいいよ、どっかなってくれ、あ、シミ消えたわ、うわうわ、もうこれもう振り回されすぎだなこれ。じゃあもう300円じゃん次。まあでも
300円でもギリギリ500円ぐらいの唐揚げ弁当なら買える。ダメだ、ならん、全然ならん。多分注文できなくなってるから、そもそも注文自体がないんだよこれ。終わってんな、ウーバー終わってる。深刻な配達員不足だね。なんかこれ頼めなくなるんだったらさ、遅延もしないじゃんそもそも。だってその注文が自体がないんだから。だからウーバーにマイナスないよね。えぐくないこれ。注文自体は開けといてくれれば、どん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 遅延した商品溜まっていって、めっちゃショートでも1件で1000円とかありえるかもしれないけど、そうなる前にもう注文自体を止めて注文できなくしてんだから、ウーバーマイナスねえじゃん。クソクソシステムだろっていう提案ですけどね。うん、完全に提案だ今のは。完全に提案だぞ。提案はしていくよ。あれはフル電動やな。確かなんか日本だと40キロ以上アシストしてくれるやつは走っちゃダメだった気がする。確か結局また戻ってきましたけど、ならなすぎ。いやもう無理かな結局これ。無理っしょ。唐揚げ弁当じゃなくて普通に唐揚げ何個かが今の端数分いくら231円。うわ231円はちょっと、端数分買ってももう3個ぐらいしか買えねえぞこれ。で別にご飯は家で炊けばいいしね。だとしても3個じゃきついな。まだだって2時間まだ行ってないでしょ。あと6分、あと6分あるから、どっかしら鳴ってくれれば。目の前のあの唐揚げ屋でもやってんのかな、唐揚げ緑。いやー加盟店はいっぱいあるはずなんだけど注文できなくしてるからな。これいくら、弁当いくら。あ弁当600円。いや600円じゃ無理だ、弁当は無理だ。いやマジで今、おい何時だと思ってんの今。まあ10時半だぞ、ドピークだぞ。注文ゼロなんだから10分間無音なんだから。注文止めてやがるからな、運営が注文止めてやる。こんなんだったら配達員より出なくなるよ。ああもうじゃ あこんな止めるんだったらじゃあウーバーやらない、違うとかやろってなるから。少しでも配達員に還元しろよ。注文開けっぱなしにして配達員にいっぱい遅延料金調節金払うか、それか注文アプリで1キロ圏内の店しか注文できないようにしてポンポンこう消化させるか、どっちかだ。止めるはないよ、サービスとして止めるはない。おい本当にならねえじゃん。いや終わるよこれ。さあ残り2分となりました。はい終わりです、お疲れ様でした。はいということでエロいパチンコ地に行きます。いっぱいハマるよ、いっぱいはめるよ。Mm-hmm.